長静か古墳は、群馬県太田市に所在する、前方公園墳である。群馬県指定史跡。標高34メートルの低台地上に立地する。前方部の平面型は鉢型で、比較的低平である。計16メートル前後の公園部分長平端部には、一辺、約10メートルの方形の定期段が作られている。周堀平面型も、墳球と、 ほぼ同系で、周堀外側までの規模は、全長180メートル、幅120メートルを有する。二段築成された、噴球外表の吹き石は、渡瀬川水系で採取される、小ぶりな石が用いられている。1956年、1991年、1999年と3度の調査が、群馬大学や大田市教育委員会によって行われている。 異物は普通円筒埴庭、特殊器台形円筒埴庭、朝顔形円筒埴庭の他に、継承埴庭や底部線香壺が出土している。円筒埴庭は、墳丘の裾やテラスのほか、公園部長の方形壇上に2つの長方形の区画を作るように巡らせ、四隅の外側の円筒埴庭上には、壺形埴庭が乗せられている。また縦。 絹傘などの機材刃庭や底部先行壺は、方形基段外側に樹立されている。方形壇上の長方形区画内には、それぞれ縦穴系の主体部が存在すると考えられるが、未調査のため詳細は不明である。正方約 1.5km にある石田川遺跡との関連も考えられ、作られた時期は4世紀末から5世紀初頭頃と推定されている。また、 本古墳西に、かつて所在した頼もし古墳との関連が指摘されている。長静か古墳、大田市、大塚初重、小林三郎編、俗日本古墳大事典東京堂、出版2002年298から299ページ。ありがとうございます。